はい、じゃあね、この方向性はこれでいいと思う、はい、ただやや真ん中に抜けてるのが気になるね、少し下げた方がいいと思うね、まあ、こっちと同じぐらい真ん中だね、これ見るとね、うん、真ん中だいたいと思うね、少しね、どっちかよ、ちょっと少しこう入った方がいいぐらいだね、ちょっとこれが真ん中に行き過ぎてるから、それであと、これがあと途中で道がなくなっちゃうことがするんだけどあるんですよ。はい、隠れてあると思います。それであと色がね、まあだけどよく欠けてるね、ここはね、今言わない方がいいかな。うん、色味がね、もうちょっとこの中にね、ちょっと色味をもうちょっと見つけたら、色味を見つけたら、黄色い草のとこがあったり、青みを感じる草があったりとかね、そこにして少し変化が欲しいね。うん、でもちろんここは山なんだけど、山の色とこれと同じように見えちゃうんだけど、やっぱりその持ってる固有種そのものの色味をもうちょっとよく見た方がいいな。絵の具余ったからこうつけたんじゃないよね。そうだよね。だからそこをよく見て、色の違いを出したんだけど、ね、悩んでしまうんですよね。はい、はい、あとこちらね。かわいいね。かわいいじゃないこれ。犬もね。あの気になるのはここかな。これ大事な目線がここ。これは向こう側に、ここに来た。とても。ここやっぱ普通に自然に描いてあげたらいいんじゃない。根っこみたいな人が、これがこう立ち切ってるでしょみんな。そうするとあるように見えるよね、うん、だからここからこう消そうじゃないですね、うん、そういうところも少しね前後関係も描いた方が自然みたい、うん、だからこれが手前の木だったら手前に来てこれを奥に来るとね、でこう前後があった方がこの具象の中で見た時にはそれの方がいいみたいね、うん、それとあとね、まあ、これは、まあ、雰囲気がよく出てるけどもこんな出てるよね、なんか少しね、そうだね、まあこれと同じように考えればこういう見方を欲しいの、この中にもうちょっと光と角度を少し絞り込んで、あの写真撮る時も光のいい条件の時にシャッと押してもいい、影はあんまり見えないでしょ、だけど影がない割によくこれだけ立体感出したね、うん、うん、